せっかくだから言ってくれ。目が覚めたなら覚めたでさっさと起きてくれないかな。何でも自分のせいだと思い込むのはお前の悪い癖だ。ここ俺の部屋だよな。なんでお前がいるんだ。これ以上あいつを困らせるのはやめてくれ。祝言をあげるまで手は出さんから安心しろ。君、自分の立場分かってる。ここに居候してる身分なんだから、せめて起床時間くらい守ってよ。ちげえよ。それより近藤さん、あんたこそ何やってんだよ。もう飯の時間じゃねえか。にしてもまさかみんなでタケノコ狩りに出かけることになるとは思わなかったよな。ここが江戸なら屋台に行きゃ新鮮な江戸前の寿司が食えたんだがな。まさかこんなところで意外な拾い物をすることになるとは。これからだろう俺たちは。佐野が戻るまで買い出しに付き合おう。大使には巡察を続けるよう言ってきた。池田屋事件か。あの日は大変だったな。あん時はいきなりお前が来たから驚いたぜ。あの時はなんつうかお前に触れたくなった。